ところが契約栽培相対取引をしているときは、この生果業者さんの先ほど品質っていうのもチェックされるんですけど、もし余計に仕入れてしまったら売れなかったら捨てなきゃいけないんですよね。そうなってくると、今日は10ケース、明日は8ケース、明後日は7ケース、し明後日は15ケースっていうものをちょうどいい量だけ発注してきます。ちょうどいい量だけ発注してきます。なぜか、食品ロスしたならこっち責任になりますから。さあ困るのはこっちですよ。あ、山下さん、明日は7ケース、明後日は12ケース、あ、そして15ケース、そして14ケース、ふざけんじゃないよと。こっち農家ぞ。そんな製造業じゃないんだから、何が今日は7ケース、明日は8ケース、明日は12ケース、そんなんできるわけねえやろっていうのがこっち側の人間です。ところが、こちらで製菓業としているときには、はい、かしこまりました。あ、明日7ケースです。ありがとうございます。あ、明後日8ケースです。いつもありがとうございます。水曜日は15ケース、毎度大きに。っていうふうに、その訳の分かんないオーダーに対応するための力量が必要になってきます。なんと、あるところのデータによると、アジア全体で、現段階ですよ。現段階で、この食品産業のマーケットが、なんと300兆もあるんです。300兆。さあこれチャンスだと。今日本の食っていうのはめちゃめちゃ注目されている。それこそ日本の品質っていうものはめちゃめちゃ評価が高い。ってことは、今まで国内向けっていうふうに内需にだけ矢印が向いてたのを、ちょっと外に向けてみると、うわめっちゃマーケットあるやん。じゃあこれから海外に向けた、アジアに向けた食品を売っていこうじゃないかっていうふうに、これ僕が言ってるじゃないですよ国が言ってるんですよ。の裏付けとして、ほら予算、そんな輸出に222兆円ハサップ取るだけですよ。これハサップ取るだけで222億円もつぎ込みますっていう話なんです。これ僕が言ってるんじゃないですよ。僕はそんな風に見えてますよって話です。まあ皆さんがどう思われるかです。さあもう残り時間がなくなってきたんで、ここですね。じゃあこう農業が食品化する。で一方で食品ロス問題ですね。まあ日本もね、今 SDGs だの、脱炭素だの、いろいろ社会が変わってくる中で、いよいよ日本のね、弱いところ出ちゃいましたよね。飽食日本、ね、物余り日本、世界ではね78億人いる中で、ちゃんとした水、ちゃんとした食事ができないのがね、約20億人、21億人いるというふうに言われています。約4分の1がなかなか満足した水、食事にありつけないっていうのに、こともあろうにこの我々日本人は、賞味期限が切れたら捨てるだの、余ったら食べ残すだの、もうこの何たる不正をやってきたのか。さすがにこのままでは、我々が良くてもお天道様が許さないということで、ちゃんと、2019年の5月にいよいよもって待てと、食品ロスやばくないかということで食品ロス法が成立しました。さあこれからもう3年経ちます。まだ我々現場にはピンときていませんが、一応目標として2025年までには、あと2年ですね、現在日本の食品ロスが年間なんと650万トン、もうありえないぐらいですね。もう本当、貧困の地域の人たちにそれを配ると何億人の人が助かるんだっていうのはちょっと極端ですけども、まあどれだけの人が助かるんだっていうふうに言われています。でこれを国際的にめちゃめちゃ非難されているのも事実。さあ日本困りました。中国もこの前ね、食品ロスはふざけるな、そんなのね、人口増えてるのにね、食べ残しなんて何たることかって、まあ、ちなみに中国とかも仕方がないです。中国ね、皆さん方も行かれたことがあるかもしれないんですけど、中国に行くと、もう何、誰が食べるのとか出てくるんです。そしてもう僕もほら、やっぱ日本人って、まあなんか僕も田舎もんで貧しかったから、もう出されたものはもう残した、失礼と思うからバンバン食べてた。だから、おい山下、お前そんな食べなくていいからと、
お前食べれば食べるほどまた出てくるぞと。つまりもてなし文化で余らせるのがエチケットなんだぞ。マジっすか、俺もうお腹パンパンっすよみたいな、もう出てくるのもカツカツ食べてたら、あ、そうなんだ、もともと残しましたよっていうのが美味しかったですよの合図、もし食べてしまったら、食べてしまって、あ、おもてなしがダメだったみたいな文化があるらしいんです。だから中国もそれではダメだということで食品ロスに関してはものすごく罰則規制をつけています。まあ、早くして日本も食品ロス法で、どういうことがあるかというと、先ほどあった通り我々っていうのはこの品質っていうね、この品質はこっちの品質じゃないですよ、この工程を管理する品質であったり、この食品化であったり、この輸出っていうこの3つのキーワードの裏側にこの食品ロスっていうのがあるんですよ。この食品をロスするために何が起こるかというと、こういうことが起きます。例えばここでお百姓さんや農家農民が一生懸命作りました、あー今年は豊作だーなんつって、ところがこっちのマーケットの中では、いやすいません、ちょっと今年21万トン米余ってるんで結構でございますっていうふうに、米余ってるのになんでそんな作るかなって言ってても、今もう減反政策がないんで、いやもう米作らんとわしは生きていけんもんなっていう人たちが農家がたくさんいらっしゃるんで米作るんですよ。で余るんですよ米が、うん、まあ、米問題に関してはちょっとまたディープな話なんであんまり突っ込まないんですけれども、ところが契約栽培相対取引をしているときは、この成果業者さんも先ほど品質っていうのもチェックされるんですけど、もし余計に仕入れてしまったら売れなかったら捨てなきゃいけないんですよね。そうなってくると、今日は10ケース、明日は8ケース、明後日は7ケース、しあさっては15ケースっていうものをちょうどいい量だけ発注してきます。ちょうどいい量だけ発注してきます。なぜか、食品ロスしたならこっち責任になりますから。さあ困るのはこっちですよ。あ、山下さん、明日は7ケース、明後日は12ケース、あ、そして15ケース、そして14ケース。ふざけんじゃないよと。こっち農家ぞ。そんな製造業じゃないんだから、何が今日は7ケース、明日は8ケース、明日は12ケース。そんなんできるわけねえやろっていうのがこっち側の人間です。ところが、こちらで成果業としているときには、はい、かしこまりました、あ、明日7ケースです、ありがとうございます、あ、明後日8ケースですね、いつもありがとうございます、水曜日は15ケース毎度大きにっていうふうに、そのわけのわかんないオーダーに対応するための力量が必要になってきます。さあ、だんだんなんかキーワード入ってきましたね。これから食品化になる、輸出になる、そして品質管理になる、そして最後のキーワードはその食品ロスになって、訳の分かんないのにこちらは生産供給を対応していくような時代になるってことなんです。どうやりゃいいのって、そこを今からの世代が勉強しなきゃいけないですそこを勉強しなきゃいけないです。それをお父さん方の時代が、バカ野郎、俺たちはそんな時代には生きてきてないよ、そんなの俺はやってられるかよ、でいいんです。ところが今からの人間で、今から30年やろうとしてる人が、バカ野郎、そんなのやってられっかよっていう農家はもう明後日からいなくなりますっていうような大きな時代の変わり目になっている。じゃあジャストインタイムで、今日3ケースください、明日30ケースください、明後日20ケースください、なんていうのに対応するためにどうやればいいのかっていうのは、また後ほどお伝えしていきます。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいっていう方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に脳を耕しましょう。